なんでかわかんないんですけど、ここ腫れててね、まあ、それでめっちゃ喉痛くて、でね、リンパ腫れてるから 筋肉痛もあるんですけど、節々が痛くて、今日声めっちゃおかしいですね、だって。で、痛くて、ちょっと寝てたっていう。ねえ、風邪かなって、なんか一応薬は飲んだんですよ。多分、なんかここ、そう、季節の変わり目やからリンパも 腫れる 全然ね、話せるんですよ。さっき痛み止め飲んで、全然今は痛くなくて大丈夫、ほんまに大丈夫。最近ね、ショールームしてなかったから、できてなかったからしやなと思って、しやなって言われるじゃないんですけど、したいなってずっと思ってたから、時間ある時にしようっていう、今時間あったから。蜂蜜おすすめ。蜂蜜を単体でかな。うち蜂蜜ね、固まってるからあかんねん 溶かさなあかん、蜂蜜湯煎で 皆さん、今日8時です。いえいえ、配信は全然。時計、なんか壊れてるのかな。めっちゃカチャカチャ言う。マヌカハニー。のど飴。あ、そう。のど飴めっちゃ勧められた。のど飴。飴ね、買うわ。明日コンビニ行って。目どうした？花粉かな？確かに、かゆい。なんか、その飲み込む時とかちょっと痛くて、ここが。こっちだけなんですよ。こっちは痛くなくて。だから完全。せやんな、のど飴いるよな、やっぱり。買うわ、明日。今日はちょっともう 雨がすごいんで そう、今日もあと4月4日初日なので、新公演のいろいろやってます いろいろなんか詳細は言われへんけど、龍角散、ああね、ウィンクー あれやねん、何やっけ、詳細は言われへんけど、いろいろいいです 楽しい、練習がすごい楽しい。あ、後ろのレンガね、剥がした ちょっと前に剥がして、なんかちょっとベローンってなって、いやーってなって剥がしちゃった。剥がしたよ 剥がしたよー。ね、なんか前髪が重い、切るこれは。なんかね、その久しぶりのショールームやから、ショールームって何話すんでしたっけ 分からへんけど、そういえばね、あれ、ここまで来てんねんけど、レンガのファンだったので寂しい。ああ、申し訳ない。それはちょっと申し訳ない。すいません。まだ伝えときますね。ちょっとだけ喉が痛い。皆さんもほんまに、若菜みたいに喉痛くならんように気つけてくださいね。ひでえもんで。ひでえもんで。この前の公演楽しかったよ。ああ、来てくださってましたね。そう、マイティ、いや、ごめんなさい 関係ない話なんですけど、喉痛いよねーってマイティに言ったら、大丈夫って LINE 送ってきてくれた。マイちゃん 何時までしよう。1時間できたらしたいけど、若菜の喉の具合ですね、これは 大丈夫よ。そう、エモスト地上波って言うんですか、地上波、初めて地上波って言うんですか、ああいうの。エモストめっちゃ楽しかったんですけど、ちゃあのね、センブリ茶飲まされると、飲まされるっていうか 飲むって分かんない、聞いてなくて、えって感じですよね あれほんまに人生初センブリ茶やったんですけど、あの時が苦いとかの次元じゃないよ、あれは。何やろ、
なんか未知との遭遇やった、エモストでの。なんだっけ、センブリ茶は苦いかな、あれは苦いとかじゃなかった、びっくりした、わかんなびっくりした、ほんまに飲んだけど。そう、あれね、あれはほんまにわかんない、いやすごいです、苦すぎてリアクション取られへんぐらい苦かった、ただただ耐えたもん、吐き出せへんようにめっちゃ楽しい、舌痺れるんじゃなくてね、飲むときにこうの一気飲みやから、一気に飲んだら唇とかそういうとこにちょっとお茶がペッ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 ついちって、で唇ペロってしたらめっちゃ苦くて、唇が苦くなりました、センブリ茶飲んだら。びっくりした、なんか皆さんほんまに試してほしい、この感じを。あ、若菜ちゃんはこんな苦さのを飲んだんだなって。でもセンブリ茶健康にいいらしいですよね。そうなんよ、いやほんまに試してみてほしい、試すようなもんじゃないよ本当に。ぜひね、友達とかと罰ゲームでセンブリ茶ごっこしてください、ぜひ盛り上がるから、絶対に絶対盛り上がるよ、ほんまに面白かった。センブリ茶買ってきます、もうそこら辺に売ってるようなもんじゃないよ絶対やっぱね、お茶はあれや、なんやっけ、ジャスミンティーが一番美味しいこんばんにゃんしてみます、みんな優しいな、しやんでいいよ苦いから。うん、なんやろ、その痛いなんか喉腫れてる理由は分からへんけど、季節の変わり目やからかなっていう勝手な決めつけ。全然センブリ茶飲んで体に異変はなかったです、ただ苦かっただけ、苦かった。そう、リンパ腫れててね、ちょっとこっち膨らんでるよね、多分元から膨らんでるんですけど、ちょっと膨らんでるすいません、なんか親知らず抜いたわけでもないのにほっぺ膨れてて。足つぼは大丈夫そうでしたね、足つぼはね、そんな痛くなかった、いやでも痛かったんやけど、足つぼってね、なんやろ、足つぼマットでもいろんな大きさとか出っ張り具合、足つぼの岩みたいなやつが場所によって、なんか立ったらうわーちょい痛ぐらいやけど、歩くと激痛やから、わかんない、歩かなかった、ちょっとちょこちょこって歩いてすぐ降りた、痛すぎて。ねえ身長152センチ、そう、わかんない、身長152センチ、あ、聞いて、前ね、そう、もっちゃん7期生の浅尾桃香ちゃんと話してる時に、美咲、7期生の吉野美咲ちゃんが、なんかもっちゃんの方が身長高くないって言い出して、いやいやそんなわけないやんって分からなくて、いや私も伸びたよって桃香が言って、いやこれはほんまに真剣勝負やから、ちょっと身長測ろうって言って、ちゃんとね靴脱いで、裸足靴下靴下の状態で2人で背中向き合って、美咲に身長見てもらったら、なんと桃香の方がちょっと高いっていう事実でした。びっくり、私が一番びっくりよはい、私が一番びっくりです。なわけないよね、若田の方が身長高いと思うんだけど、身長縮んだかな、おかしいよね、なんか若田の方が高いと思ってたのに、なんでやろ、なんやろね、猫の尻尾の靴下ですね、なんで知っているのその時も猫の尻尾の靴下履いてたよ、ちなみに。いや身長伸ばしたいんですよ私は、ね、
だから何を食べたら、牛乳を飲めばいいんかな。うん、身長伸びてる、うん、分かれへん、あんま測らんからね、日常生活で。うちの家にあれ身長測定器みたいなのないからね、測れへんけど。うんうん、ビッグラブ他のもビッグラブやで。ぶら下がり健康器使う？あー、ぶら下がり使うしか、いやいや、いやいや、あれ腕の力ムキムキなっちゃうんだよねあれ多分ね。身長低くてもスタイルいい人っているじゃないですか。そう、ももかやねんな、それ、そのタイプやねん、ももかは。結構身長低いけど結構腰の位置高くて足長いからね、あの背低く見えねん、まあ確かに背低く見えねんけど顔小さいしね。ほんでももかはちょっとね、喉が痛いんよ。ふぅ、うんうん、ショールームフォローしました。ああ、ありがとうございます。わ、なにこれ、ちょっと目悪く、頑張った。おお。足引っ張ってもらったら身長伸びるんちゃう。おお、原始的めっちゃ原始的や。伸びるもんなん。ジオンとはどっちが背高いの。わかなとジオンですか。はジオンが圧倒的高さです。ジオンの成長は凄まじい。若いの、若いのジオンはね、めっちゃ身長伸びてきてる最近、びっくりするぐらいで。ジオンに、ま、なんやろ、ミサキ、ミサキはめっちゃ身長伸びてて。若なミサキほんまに最初これくらいやったんですよ。もう今これくらい、めっちゃ身長高いよ。めっちゃ美咲身長高い。うん、いやほんまにすごいよ、びっくり。若菜が小学生の時あんな身長伸びたっけって感じ。ちょっとね、軽くおねんねしてたから髪の毛ちょっとふさふさしててすみません。うんうんね、うんうん、最初から若いよりは高かったし、うん、美咲は若いより最初から高かったけど、アンジュとかマイティより低かったはずやねんけど、もうアンジュぐらいあるよ身長。すごいよね、びっくり、ほんまにびっくりよ。寝たら背伸びるよ。うん、寝やな、寝てんねんけどな、ちょっと伸びひんのなんでやろう私が一番不思議よこれは。もう足しびれてる。どうも。風は超えそう。いやー、どうやろうな。風はもうね、170?169 とか170とかかな。風は越すのはなかなか牛乳飲まなあかんと思うから、美咲も頑張ってもろもろってね。うん、ちょっと待っててくださいね、お茶飲みたい。なんだか今毛布、待っててね、お茶飲まして。寒っ。あのね寒い。服買う。いや、ちゃうんよ、わかんない、なんかあんま頭回らなくて、さっき寝てたから。おかしい。まあ身長とかそんな気にしなくていいんですよ。なんかね、身長とかほんまに自分が気にしてても周りはあんま身長気にしてないから、うん、身長とかも見た目とかあんま気にしない方がいい。猫の毛ついてる。私見て、普通のお茶です、今のは緑茶です。ね、今日そんな寒ないです。やねん、湿気でちょっとジメジメぐらいやねんけど、
下短パンやねん、わかんない今下短パンやから寒いねん。うんうん、8時16分です今。ふう、うんうん。さあ皆さん、何の話をしましょう。何の話をしますか皆さん。私はね、あ、そう、昨日謝りたいんですけど、昨日ね、ブログの題名をもぼめ分かんない、もばめの題名にしちゃって間違えて、内容はちゃんとブログなんですけど、おもきしにゃんメールってしちゃって、もうごめんなさい。私がちゃんと最終チェックすればよかったんですけど、なんであれもばめの名前にしちゃってたやろ。もうごめんなさい、内容はちゃんとブログなんでね、大丈夫ですよ。うん、大丈夫ですよ申し訳ねえ。もつっていうのはもっちゃん、モツとの公演、ももかはモツって呼ばれてるの？モツとの公演どうやった？楽しかったよ。なんかね、やっぱり新鮮ですね。わかんないわね。なんやろ。あれ、いつも結構初日面の子らとしかやれへんから、一緒にアンダーとしてやるのが楽しい。マスキングテープ。もつおじ、何それもつおじね、いいと思いますよ。モバメの返信が日課になりつつある。あ、モバメの返信来てますよ。いつもありがとうございます。喉が、こんばんはかにゃん、こんばんは。そう、マスキングテープ、なんやろ、なんかね、わかんない、ずっとね、香水買いたいって言ってるんですけど、マイティと一緒に買いに行きたいけど、なかなかね、予定が合わんくて買いに行かれへん。じゃ、ネットで香水買うのもありなんですけど、やっぱ香水って自分の匂いやから、絶対匂いは嗅ぎたくてね。隣のバナナでにやけてましたにやけてました。それは良かったです。いや、わかんないもんね、子供やりたいんですよ。大人と子供役があって、隣のバナナっていう曲は、私は大人役なんですけど、子供役もやりたい。こんなんしたいもん アメリカン大統領やばいそう、香りは試したくてね、桜の写真送ってね。いや、送りたいんですけどね送りたいけどあれやん、だってわかんない桜の写真うまく撮れてないなんかね、その時ね、黒田風和ちゃんと電話してて、歩いてる時に風和から電話かかってきて、あ、桜の写真あると思って、風和、桜の写真いるって言って、わがいるって言うから、じゃあ写真撮るなって言ってパッて撮ったやつなんですけど、死ぬほど、なんかのめちゃめちゃ下手くそでびっくりしました、写真撮るの おー、こんばんは、かにゃん、桜よりかわいいよ、あら、どうも桜、なんかね、大阪で桜綺麗なところってないんですかね。なんかあんま観光地とか知らないんですけど、桜が見たくて、ね、なんか一面に桜が咲いてるみたいな公園とか行きたいなってお昼に行きたい、みんなで、みんなで桜の下で大阪城公園とか。なるほどね。なんかね、そのマイティとかフーアとかね、アンジュとかアイカとかみんな連れて鬼ごっこしたいそういうとこね、絶対みんな嫌がる鬼ごっこ。桜が見たいんですよ。ゲーム、でもさ、3月28日、桜って咲き始めもなんかわかんない、あんまテレビ見れてなくてわかんないんですけど、
桜のさ咲き始めってニュースになるじゃないですか、多分。あ、これが桜のなんちゃらですみたいな。あれってもう終わりました。わかんない、今年それ見てへんわ。わかんない、足早いし、足早いよ意外とね。こんな雰囲気かもしれしてるけど、多分足早いです。小学校陸上部やで、小学校。いや、やっぱ雨とかで散るし、風強くても散るから、早く見に行かなあかんのは分かってるんですけど、行けなくてね。いや、桜の時期が短すぎる。桜でめっちゃ好きやねんけど。桜の時期だよな。長距離のが得意。そう、長距離の方が得意。若菜は得意とか言ってるけど、いや、どうやろう、それは若菜のあれなんで。得意なんかな。いや、でも冬になると持久走3キロ走るんですけど、その3キロは結構みんなバテるから、若菜ももちろんバテて しんどくなるんですけど、3キロはやっぱり3キロとか余裕やんって思うかもしれないんですけど、しんどくてね。でもなんか10位以内は張り出されるんですけど、紙に。若菜それに張り出されたから早いです。多分10位以内やっけ、20位以内やっけ、15位以内やっけ、忘れたけど、その中に入ってたから早いよ多分ね。ね、長距離はね、多分めっちゃ褒めてくれるやん。嬉しい。マイラーとはスタミナついたんじゃない。あー、いや、どうやろう。でも部活もやってないから、逆にスタミナ落ちてるかもしれん。ダンスやってるから、どうやろう。ちょっとそこのとこ私には判断しかねないんですけど、やっぱり部活はやらなあかんなってなった。部活してたらめっちゃ体力つくし、体力つく体力つくからね、部活はいいよ、部活はいいよ。ねえ、ダンスはね、スタミナつくか分かれん。分かんない、まだ上手でもないから、うまいこと体使えてるかは分かれへんけど、帰宅部の時めっちゃスタミナついたよ。なんで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 。あー、テニスしよう、テニステニスはいいよ、いいぞや、テニスはいいぞ。喉が痛いです。足の筋肉なかなか落ちない。全然落ちひん。落ちるマッサージとか、落ちる筋肉が落ちるようなストレッチみたいなあるらしいんですけど、ちょっとよく分かんなくて。筋肉は確かに落ちにくいかもしらん。いや、本当に帰宅部は誰よりも早く帰るためにダッシュするのが基本だからね。あーそうなんや。確かに若菜の帰宅部やった友達は帰るのが早かった。その子のなんかね、放課後とかその子に用事あるのに、その子の教室行ったら大体おらんからね。ほにゃららちゃんどこ行ったんって言ったら、もう帰ったと思うって大体そういうこと多かったね確かに。大丈夫よ、喉は。そんな痛み止め飲んだし、風邪薬みたいなもの飲んだ気するから大丈夫よ。バス通学、うわー、そやな、バスはね、そう、知ってんの、わかんない、それ友達に聞いたことある。バス事情はね、バスはね、次のバスが来る間隔が広ければ広いほど不便なんですよ。まあ、当たり前なんですけど、だから急ぐらしいです、バス使う子はなるほどね。遊びに来たよ、ありがとうございます。
動体視力が良くなった、バドボ入ったら。うん、確かにね。まあ確かに確かに。でもバドミントン下手くそやったからな、なんとも言えんな。あんまり上達できなかった。そう、にゃー、猫鳴いてる。バスは酔わないら、酔わない。うん、バス酔うよ。バスめっちゃ酔うよ。わかな、何でも言う。もんちゃん、エモスト見たよ。あ、ありがとうございます。エモスト、ね、あのね、エモストはね、愛花がやっぱりリアクションとかお話しするの上手やなって。なんかね、わかなはね、あんまり話すのとか語彙力とかもなくて、渚さんは、はあのお笑いとか話すことにすごいかけ、なんていうんですか、かけてるっていうんですか、あのかけてて、うまいっていう、なんていうんですか、日本語が分かれへん、すごいそういう特化してるじゃないですか、渚さん。特化？渚さんはお話しするの上手やし、すごいワードセンスも面白いって言うんで、たけてる、そう、たけてる、もうごめんなさい、たけてるか、もう日本語が難しい、たけてるから。その渚さんと一緒にロケ、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 ロケをできて嬉しかったし、で、愛花もね、結構7期で一番リアクション情報なので、リアクションおしゃべりマンなので、そんなお二方と、なんていうんですか、ロケできたのがすごいお勉強になりました。嬉しかった。なるほど、こういう風にするのねっていう。赤菜もね、難しいね、やっぱりね、なんやろ、難しいね、やっぱり。ね、愛花はすごいよ、愛花はすごいよ。赤にゃんが可愛かったです。あら、どうも。いやいやいや、私はほんまにただただ楽しかったです。めっちゃ楽しかった、めっちゃ面白かったよ。あのね、なんかあのほんまにこういう風にテレビとか地上波出るのが初めてだから、なんやろ、いろいろお勉強っていうんですか、お勉強にもなったし、愛花のおしゃべりがおもろかった、渚さんも面白かった。いや、センブリ茶ね、愛花が渚さんにセンブリ茶勧めたのにびっくりした。わかな、渚さんもめっちゃ飲んでて、あーって、その二人見て、あーってなってた。わかな、その時私は動画撮る役やったんで動画撮ってたんですけど、エモストってエモいストーリーを撮るっていう番組なので、そのエモいストーリーを撮ってたんですけど、おーって震え上がってました。ほんまにね、渚さんがね、多分あれ私たちよりセンブリ茶の量多いと思うんですよ、分からへんけど、すごいってなって、そう、いや、私も見習わないとって思いました。愛花のことを見習わな、わなわな、わなわなわな、見習わないとって思って。面白かった。センブリ茶は、次飲む機会があったらね、いけるでしょう、多分。おもろかった。センブリ茶、ほんまに、すごかった。量多かったよね、多分。ちょっと心配になっちゃって。さっきね、センブリ茶飲んだから、あ、こんな苦いんやって。多分渚さんはセンブリ茶飲んだことあるとは思うんですけど、苦いからほんまに飲ませて大丈夫なのかって、そっちの心配しちゃいました。スタッフさんがね、ちょっとこうやって、まだセンブリ茶あるからねって私たちに言ってきてくださって、あー大丈夫です
でブリちゃんもう十分です終わった後もそのやり取りしてました。うんうん、こんばんはかにゃん、こんばんは。お休みの大事にしてな、大事にします。すいません、これ声ちっちゃかったら、テンション低かったらごめんなさい。テンション低いわけじゃないです、喉がねちょっと調子悪くて、ちょっとだけ調子、ちょっとだけ調子悪い声なんかノーサンキュー3回踊ったのバラしたのも面白かった。そうなんですよ、実は結構踊りました楽しかったです。でもやっぱりわかにゃん好きよ、ありがとう花粉症落ち着いてないよ、花粉症はつらい喉がね痛くて。こんばんはかにゃん、イエーイ。筆談でもええでおもろい筆談は良くないよキャンマート見てると幸せでニヤニヤしちゃう、わかる、私もニヤニヤしちゃうもん。楽しい、キャンマートで良かったなっていつも思いますね。楽しい、こんなに楽しいんやってくれへんずつ、雨やから頭痛いのかな、ね、寝ながら、あちょっと、あもう頭痛い頭痛いって思いながら寝てて、でさっき薬飲んだからめっちゃマシなった。薬飲み、それは飲んでも効かんタイプの偏頭痛もあるんかなと思うけど、もう無理しな、それは頭痛いのは良くない、良くないよ、良くないよ。わあ、俺もキュンマートになりたい。いや皆さんもキュンマートですよ、キュンマートですよ、ちょっとあれキュンマートですよ、キュンマートって思ってればキュンマートですね本当にね、足がしびれて痛てて、あそうや、その足なんやろわかんないね、いつかの公園でちょっと腰痛めたことがあって、そのお尻付近の筋肉が硬いとその腰痛めたりする原因になるらしくて、最近ねその筋肉をほぐすためのストレッチをよくするんですけど、寝る前1日3回してねって言われて最近してるんですけど、ちょっとサボってるすいません、します、します、よいしょ。めっちゃ腫れてるよね、やっぱり目立つかな、うん、痛さは結構マシになってきました、痛み止めはすごい、うんうんこんなにキュンマート愛してるのにまだ当たったことない、若にゃ裏でいやー若にゃ裏で操作して当たるようにできないですよすごいショールームで言っちゃうとね、もうそれバレてるから裏じゃないんよねうん、もうそれはね運ですもんね、当たる当たらへん問題は。どうやったら当たるんやろ、お祈りかな、当たりますように、毎日毎日ストレッチしてください、当たるようにそれはね本当に当たるようにやってやっといてくださいね、私も当たってほしいですもん。4月から新入生は公演当選確率ちょいと上がるから最強になってる、あ聞きました、それはそれは嬉しい、嬉しいパーティーですねそれは嬉しいパーティーや、カレンさんとも仲良くなりました。若菜が思ってるだけかもしれんけど、そんなことないはず、カレンさん優しいです。卓球未経験、
愛が足りないってことなんですかね。いやそういうわけじゃないよ、運これはもう運よ、運、運なんですよ。あかなも基本ね、そういうことの運は良くない人やったからね。そういう時はただただ悔しがるのが一番行きたいよね。そりゃそうよ、そりゃそうなんよ。でも大丈夫、新公演何度でもあるからね、絶対当たるよ。絶対は使ったあかん、当たるよ。あ、ひろきさん、タワーですねこれは、きっと。私はそう思ってます。ですよね。キムアート初日行きます。霊言言霊言霊言霊、あー見えへんけど。タワーひろきさんありがとうございます。書かせていただきますね。ちょっと待ってね、前髪ね巻いてないんですよ今日、寝てたから寝てたからね。最近ねあんまりなんかね、わかんないね、フーアが結構寂しがり屋で、夜とかわかんないに電話かけてくるんですよ、しかも夜中にね。で電話したら、マイチも一緒に電話しようって言って、マイティわかなふわで軽く夜更かしで電話してますね。ピッ、ちょっと待ってね。なんかちょっとこういうキャラクターいましたよね、多分。これニコちゃんなんですけど、ひろきさん、そう寝落ちするひろきさん、前髪整えさせてください、崩したんで。そう寝落ちするけど、なんかね電話切ってくれる誰かが、多分マイティかな、あれ切ってくれてるんで、ありがとうございました。わうん、唇がかゆい。どこ行ったっけ、どこ行ったっけ。あった、よいしょ、リップ塗る、癖がいるよ。みんなも喉痛いのは気ぃつけな。こんばんはかにゃん、こんばんはかにゃん。びっくりした、短パンやから足見えちゃうから。グルツーワイも入れてほしい。ちょっと大丈夫です。入れれない。なんかね、何の話してるかはねあれなんですよね、ほんまに何の話もしてない、ただただ寂しいから電話つないでるだけで、特に誰も話さないんですよ。しかも電話する意味って思うじゃないですか。よっ、せやけどみんな寂しがり屋やから電話してる。でたまに誰かが起きてるって聞いて、起きてるよって答えるのが毎回のあれです。あ、お腹鳴った。どういうこと、若ズボン短パンです。お腹鳴った、聞こえた今。やめて、恥ずかしいな。いやもうやめて、お腹ぐらい鳴るやん、鳴らさせて。ふわがごめんなさい、ね、全然ふわ大好きなので、後でご飯食べろね。もう配信切ろうかな。飽きらへんけど。いやいや、お腹鳴らさせて。そう、授業中じゃないだけマシよ。めっちゃな、お腹鳴った途端急にコメントちょっと早くなるのやめてよ。
べてよ。おかえせね、皆さんもってなるよね、眠たくて。あ、そう、なんかね、抜けるね。あ、お疲れ様です。ふうわが傘持ってないから濡れちゃうっていうライン来た。うん、そうか。すいません、今日の配信面白くなくて、なんかもうちょっと喉の調子が良ければよかったんですけども、あんまり良くないもんでね。うんうん、ちょっと渡してきます。バカニャン、こんばんは。今日誕生日なんです。あら、おめでとう。ケーキ食べ。ケーキ苦手やったら甘いもの食べ。あ、甘いもの苦手やったらスルメとかでも全然。私スルメが好きなんで。今日雨すごい。なんか最近めっちゃ雨降りません？わかんない、雨苦手やねんけど。多分雨好きな人あんまおらんけど。わかんない、雨苦手やからちょっとうーんってなる、テンションが。そう、今日大雨やんの、やっぱり。スルメ好きです、めっちゃ。マイティもフーアもスルメ好きやから。雨の日体調変わる人、そう、あ、だからかな、喉痛いの関係ないんかな。雨の日はね、偏頭痛とかね、ちょっと酸素薄くなるからね、具合悪くなったりたまにしちゃうけど、薬を飲むから、その偏頭痛のマシかな。さっきも飲んだし大丈夫よ。顎かゆいから顎かくね。そう、この前メイクさんと話してたんですけど、私がそのね、ブルベイエベっていうのがあって、そのブルベイエベ診断っていうのがあるらしくて、わかんない、行ってみたくてね、やってみたい、行ってみたい、どこでできるか知らないんですけど、やってみたくて、やりたいんですけど、私ってどっちなんですかねって聞いてたら、ブルベじゃないって言われて、えってなって、え、若菜ってイエベじゃなかったのってなって、嘘、私イエベじゃないんですかって聞いたら、でもわりかしピンクも似合うと思うけどなって、嘘ーわー、嘘ーわー、もうこれこそびっくりでした。パーソナルカラー診断、それかな。そう、ってなって、なんかでもどっちも似合うんちゃうって言われて、なんかどっちも似合う人もおるらしくて、なんかわかんない、勝手にイエベ秋かなって思ってたんですけど、もうこれは診断に行くしかないってなって、パーソナルカラー診断今度行こうってなりました。めっちゃ面白かった、その時。へー、そうなんや、行こう。まあブルベイエベとか関係なくメイクはしたらいいんですよ、好きなメイクをね。リップもそう、そうなんす。赤のは多分イエベですね、多分ね、この感じを見てる限り多分。めっちゃ腫れてる。どうやったらリンパ痛いの治るんやろ。わかんない、今お化粧してるよ。ちょっといつもとちゃうけど、アイラインの引き方変えとか、メイクの練習したい。一緒にしましょう、また今度ね。わかんない、があれをしよう、メイク配信みたいなしようね、今度ね。青い服着てるイメージ。うん、そう、青い服好きやから着るけど、好きなん着たらいいし、好きなことしたらいいよ、周りに迷惑かからんかったら。そりゃそう、そりゃそう。うんうん、
い寝る、ありがとう。いっぱい寝るわ。最近暖かくなってきた。え、おかなちゃんねんちゃん聞いて、冬と春の間ってわかる？アウター着るほどでもないけど、夜はちょっと肌寒いからアウター着たいみたいな。気温が苦手で着る服何か分からへんから最近だからもうなんかめんどくさくてスウェットしか着てない。スウェットマンになっちゃった。スウェットばっかり着るからアウターを買わないとって思うんですけど、ネガアイドルなので。あら、そうなの？ネガアイドルめっちゃいいやん。いい言葉、ネガアイドルやからそう、服装難しいからやっぱりね。わかんない、ファッションモンスターじゃないから、ファッションモンスターのアンジュにちょっと一緒に服選んでもらいたい。アンジュはファッションモンスターやからそう、行きと帰りの気温どっちを優先するべきか悩むよね。わかんないは行き。50分になったらランキング読みしましょう。若にはレッスン着おしゃれじゃないよ全然変な T シャツばっか着てるわかな。そんな雨降る？雨の音すごい激しなった急に。大丈夫ですか皆さん。今外外出中の人は気つけてくださいね。雨ナキの中で誰がおしゃれ？アンジュかな、やっぱり。若菜が好きなコーディネートってわけなんかな。アンジュとかマイティは若菜の好きなコーディネートですね。まあ、スタイルいいから、正直そんなん言ってしまうと終わりなんですよ。スタイルいいから何でも似合うんですけど、でも着てる服とか合わせ方がすごい上手やなっていつも思う。若菜は下手くそなので。そう、アンジュはおしゃれ、コーデがおしゃれ、大人なイメージ。確かにね、確かにアンジュは大人っぽいからね、すごい性格はそんなことないけどかわいい。アンちゃんはねギャップがいいんですよ。ファンの方はアンジュのギャップにやられたんちゃうかな、知らへんけどあ、わかんない。もしオタクやったら7期生の絶対アンジュのことを応援してると思う。なんかダンスとかキレッキレでちょっと大人っぽくてツンってしてる感じあるじゃないですか。ずっと顔とかも綺麗めで可愛いんですけど、アンジュ顔可愛いんですけど綺麗めかなって思うんですよ。勝手に思ってるだけなんですけど、でも喋るとめっちゃ面白いし、やること行動も面白いしね、アンジュは。でアンジュのショールームも面白いし、そのギャップにやられて絶対好きになっちゃうと思う、アンジュのこと。アンジュはそういうとこ持ってるからすごいなって思うアンジュはいいよ、ほんとかわいい。アンちゃんアンジュかわいいわ、ほんまにかわいいそう、話す前と後で。若菜もなんか結構顔きついんですよ、顔が。だから性格もきついって思われがちで、性格きつくないですよ別にきつくないですリンパ腫れててすいません。50分経ちましたよ。ランキング見に行きましょう。行きます。13位、あ、これちょっと23位だ、ちょっと減らしとこう。13位、富士山、いつもありがとうございます。今日はランキング日は短めで行こうと思ったんですけど、喉の調子が悪いんで今日もいつも通り行かせてもらいます。富士山いつもありがとうございます。富士山は食パンで覚えてます。またあのウィルビーアイドル公演来てくださいね、ありがとうございます。イエイイエイ。12位、大輝さん、大輝
くん大輝呼び捨てで呼べって言われましたね。呼べ呼んでって言ってましたよね。もばめで公演来てくださってましたよね。もばめの返信で呼んでおって思いました。ありがとうございました。下手側の端っこの席覚えてます。ありがとうございます。またビルビアイドル公演見に来てね。はい、ありがとうございます。11ユーザルーさんユーザルーさん、この前も来てくださりませんでしたか。最近ねよく来てくださりますよね。あ、違うかったら全然違うって言ってください。勘違いしてて申し訳ない。小さいウーで覚えてます。ユーザルーウーさん、ユーザルウーさん、ありがとうございます。ポンポンプリンカフェ行かれましたか。美味しかったですよ、めっちゃケーキが。あれも美味しかった。ミックスジュースもめっちゃ美味しかったから飲んでほしい、ぜひ。いつもいつもじゃないけど、いつもっていう言い方おかしいけど、ありがとうございます。ショールームまた来てね10位さんちゃんアットマークさん、さんちゃん、さんちゃんさん、さんちゃんさんはなんでアットマークつけてるんですか。後ろにアットマークの理由とはいつもモボメの返信とかブログもコメントくださってますよねわかりますよ。はあ、わかにゃん好きみたいなコメントがあったの覚えてます。ありがとうございますね、いつもビッグラブ。9位ユージンさん、ユージンさんのアバターは可愛いやつやん。だって、え、そうやんなうさちゃんや、うさちゃん、ユージンさんうさちゃんや、めっちゃ可愛い、ありがとうございますユージンさんはよくショールームに来てくださるので覚えてます。ユージンさん、ユージンさん、たまにうんをゆうんをつけ忘れちゃう時があるんですけど、その時は全然言ってくださいね。ユージ、ユージ、ユージって呼んじゃうかもしれないです。ユージンさん、ありがとうございます。いつもキュンです。一つ言いたいことあるんですけどランキング変わっちゃった9位、9位にユーザルーさんですね。ありがとうございます。ごめんなさい、お読むの遅くて。8位、泉さん、あ、泉さん、おばめの返信いつもありがとうございますじっくり読ませていただいてます、私はいっぱい寝るんで全然心配せんといてくださいね。ありがとうございます。うわ、8位、あ、違う、7位、ハルト、お、ハルト大学生やな、大学生だね、忙しくなるよね絶対ね。わから、高校生やから分かれへんけど、忙しい、なんか時間を塗って公園来てね。またいつもありがとう、モバメもありがとう、キュンです。6位、カフェオレさん、カフェオレ、なんでひらがなにしてるんですか。カフェオレってめっちゃ可愛いやんこの前来てくださいましたよね、ショールーム。カフェオレさんはどなたのファンの方でしょうか、知りたいな、誰の、気になる、誰のファンの方ですか、また教えてください。ではカナのショールームも今度来てくださいね。またラブ、ありがとうございます。5位、鉄メガネアットマーク、あら、もちもちもっちゃんです。あ、なるほどね、カフェオレさん。6位、鉄メガネアットマーク唐揚げマヨシさん、うん、わかな、今日唐揚げ食べたよ、お昼ご飯ね、食べたくて買いに行った、わざわざ買いに行って、今日昼ご飯どうしようって悩んでて、いや、コンビニ、薬局、どこで唐揚げ買おうみたいな唐揚げ探す旅に出てた。まあ、薬局行って買ったんですけど、唐揚げ大好き美味しかったです、めっちゃ唐揚げは。今日はでも何もつけずに食べた、マヨネーズつけずに美味しかった。鉄メガネさん、いつもありがとうございます。あ、見て、この顔の下にハートみたいな4位、マツアットマークケロッピも大好きさん、あ、
マズさんはあれが好きなんですよね、あのサンリオのキャラクターのさ、アヒルのペッコンやっけめっちゃ面白かった、アヒルのペッコン、あのね、なんやっけな、そのサンリオのキャラクターでハピダン V っていうキャラクターの集団みたいなんかあって、ハッピーになりたい男子たち V 字回復を狙うみたいなユニットって言うんですかね、そのサンリオ内でのユニットみたいなのがあって、 そこにアヒルのペッくんとか、確かね、松丸くんとかキロッピとか、あと誰がおったかな、ちょっと思い出せる限り言ったけど、あと思い出せないんですけど、いっぱいおってめっちゃ可愛いから、一回調べてみてほしい、 YouTube とかにも載ってるから、もうほんまに調べてほしい、めっちゃ、いやいやいや、充電する忘れてた、皆さんいますか、充電 20% よかった、ごめんなさい、迷惑かけちゃった、なのでぜひ調べてください、松さん、ごめんなさい、ウインクで済ませとこ。3位、私ってこう見えても大人な、大人な末広さんですね、いつもありがとうございます、末広さん、私ってこう見えてもまだ見えんねんけどな、その後が見えないんだな、いつもありがとうございます、その内輪は、あ、 NMB48 って書いてるんや、かわいい、ありがとう、いえー、こちら、あ、大人なんだよーか、なるほど、ありがとうございます、バカなも子供役やってみたいので挑戦したいです、いつもありがとうございます、キュンです。2位、実家なたさん、7期生のファンの方ですよね、確か7期生以外も好きなのかもしれないんですけどちっかなたさんは最近よく来てくださるのでめっちゃ嬉しいです、もしや若菜のショールームフォローしてくださってますか、ぜひしてくださいねありがとうございます。1位、あ、ひろきさん、タワーありがとうございました、ひろきさんの歴はどうでしょう、ニコちゃんです文句はなしで、これに関してはお絵かきに関しては、いつもモバメの返信ありがとうございます。1位です、ランキング以上です充電減っちゃったすいませんね、めっちゃね、リンパが痛いから首のここも痛くてね、節々がちょっと痛いね、申し訳ないです、こんな状態でショールームしちゃってね、元気、ごめんなさいね、もっと声張ればいいんやけど、ちょっと声張りすぎると痛くて、すみません、できるだけの声の制御でねすいませんうん、ゆっくりお風呂入る、お母さんがねゼリーいっぱい買ってきてくれて、朝食べて、朝食べますありがとうございます、あのね、皆さんも、あ、若菜ビッグラブ、ありがとう、若菜もビッグラブお疲れ様です、皆さんもゆっくり休んでください、今日日曜日やけどね、明日から学校、あ、いや春休みか、そっか、いやでもまだ学校あるとこもあるんかな、分からへんけど、うん、若菜も好きやで、ありがとう、うん、また見に行きますね、ありがとうございます、もっちゃんのファンの方なんですね、なるほど、ももかわいいよね、かわいい、そろそろ終わろうかなと、9時なのでね、ふぅ、ちょっとね筋肉が痛くてねえ、あの、もし、あれ、若には左頬ちょっと膨れてない、親知らず抜いたのっていう他の推しの方にもし言われたら、あの、若にゃんは扁桃腺が腫れてるって言っといてください、腫れてます、今絶賛腫れてます申し訳ないたまに腫れやすくてね、結構ここが昔から、最近腫れてなかったんですけど、なんか痛くて、いっぱいマッサージしときます、ありがとう
今日もありがとうございました。あのね、若菜が思うのはね、いっぱい寝た方がいいのと、あのね、その推してる子がおるじゃないですか。おるは当たり前なんですけど、あの推してるアイドルとかがおるとして、その子のことをね、もっとね、大事に大事に育ててあげてください。ほんまに落ち込んでたりしたら、もっと慰めてあげたり、その子のファンの方は慰め、なんかね、ファンの方に慰められるだけで全然多分ちゃうと思うんで、ちょっと指紋見えるように光で飛んで何も見えてないけど。岡田の最近スマホ調子悪くてね、もうそろそろ買い時かなって。スマホが、お母さんもスマホ買えるって言ってくれてるんですけど、なんかそのショップに行かないとダメじゃないですか、スマホって。なんかちょっとめんどくさくて行ってない。なんかいっぱいモバメの返信とかでも、もし何やろ、ここ何やろ、うん、どこどこのダンスがダメやったよとかじゃなくて、もうよかったよって褒めてあげてほしい。若菜は全然ダメだったよって言われたら直そうと思うんで、全然言ってください。若菜には全然厳しく、なんかね、ほんまにインドアが出てる、ほんまにインドア、こういう時にインドア出てくるのおかしいんだけど、めんどくさがりなんもあるし、めんどくさがり&インドアやから、もうとんでもないよね。なんもできひん。そう、いっぱい褒めてあげてほしいな。ね。本当に終わりましょうよ。長かったね。引きずりすぎた。ランキング読み午後。今日もありがとうございました。皆さん、あの、風には気をつけてください。いっぱいね、美味しいもん食べよう。うんうん。フーアから電話かかってきた。今ショールームしてるのに。うわ、やってもた。フーアから電話かかってきた。多分寂しくなったんやと思う。絶対そう。すいません、終わろうとしたけど、ちゃんと終わりの挨拶をしてないから。びっくりした。フーアに電話かけ直してあげたいけど、分からん、ちょっと喋りすぎると喉が痛い。今日も一日お疲れ様でした。いっぱい寝よ、本当に。あの、なんかほんまにもう何回も言うようなんですけど、いっぱいもう甘やかしてあげてほしい。いっぱい喉をいたわります、私は。ほな、お疲れ様です皆さん。明日月曜日頑張りましょう、一緒に。バイバイ。あ、明日ビルビアイドル公演、私は出ないんですけど。